プラットタウン着きました。ごめん。1時間ぶりかもしれん。その後っていいか30分ぶりかな。おい、小村、こっちこっち。これもショップとか全部一緒系、なんか一緒になってんのか。ここはポケモンセンター。うわ、だいぶ開放的になったね。それでは詳しいご説明をお願いします。お前は説明するんじゃんかい。店の人に任せんな。後ろの人間、すんごい駒送りで歩いてるけど。はい、かしこまりました。ようこそポケモンセンターへ。私は皆さんのポケモンを元気にいたしますよ。よし。これね、これサッカー選手？お隣フレンドリーショップではポケモンを捕獲するモンスターボールや傷薬などを求めていただきます。リーグペイという、ポイントとてもお支払いができますよ。あ、ロボットいるやん、ロボットいるやん。そちらの端末は技マシンマシン。マシン2回言ってるけど。ポケモンに技を覚えさせる技マシンを作れる装置です。技マシンを作るには LP とポケモンの落とし物が必要ですよ。ショッピアマシンで使える LP! いっぱい持ってるから分けてあげるね。ああ、すみません、いつもありがとうございます。めっちゃもらえた。5000、5000ですか。なんか僕、600ポイント元から持ったけど、どうやって貯まるんやろ。あとこれも。ありがとう、ありがとう、ネモさん。至れり尽くせり。ユニオンサークルでは通信で一緒に冒険するメンバーを募集することができますよ。困ったことがありましたら、ポケモンセンターまでお越しください。うっす。はい、ありがとうございます。困った時はポケモンセンターこうテストに出るからね。あ、マジか。そんな勉強しなあかんの、もしかして学校で。そしてポケモンに慣れてきたらおすすめの合言葉。レッツゴー、Rボタン。何それ。一緒に歩いてるポケモンに落ちてる道具拾ってきて、とか、戦ってきて、とかお願いできるんだ。はいはいはい。ああ、これ無意識にやってたわ。これレッツゴーっていうコマンドやったよね。あ、アイテム拾ってきてくれるんや。イェーイ、ポケモンセンターナウ。え、次どこ行ったらいいだろう。プラットタウンを抜けたら南一番エリア名物通学の坂。鬼気盛んなトレーナーがうようよしてるから頑張ってね。学校行けよ、お前ら。いや、いっぱい人いんね。なんか、あ、喋りかけられへん。あ、これはちょっと子供に話しかけたらあかんねや。やっぱ犯罪やからな。あ、喋れる。あ、ポケモンの方やった。子供じゃなかった。美味しそうね。そうですね。とろけますよ。甘くて冷たいアイスはいかがですか？わあ、ちょっと食欲そるやん。高いなあ。こっちの世界でも円安、円高？どっちだったっけ？円安か。円安進んでたか、畜生。チョコミント食いたいな、チョコミントアイス。買っちゃおう。これは今食べられるの？それとも、お、今食べるんか？ポケモンが食べんの？僕が食べんの？チョコミントアイス。食べてへん、食べてへんで。え、イメージで食べてる？なんか納得してへん。納得してへんで。美味しそうでね。お姉さんも美味しそうですよ。近づきすぎずキャラが消えるよ、このゲーム。お姉さん笑って。あら、お姉さん。帽子が似合うね。ほら消えた、ほら消えた。瞬間移動、瞬歩の使いで。特に街中でなんかイベントは起きひんのかな。いやいや、いやいや、こまめ。かわいい。かわいいね。君の方がかわいいよ。ああ、かわいい。スカート、スカート、スカート。ああ、ちょっとグラフィックが甘い。スカートから足が生えてるみたいになってる。大丈夫かなあれ。食べられる直前じゃない？少年。ちょっとこれ見過ごせんわ。助けな。ペリッパーは。ペリッパーは荷物や手紙をくちばしに入れて運ぶんだって。うわ、代金まみれになりそう。めっちゃしゃくれてるやん。もうしゃくれてるとかいう次元じゃないよね、こいつ。もう口が本体かもしれんで。口から体が生まれたんじゃないかっていうぐらい口がでかい。あ、アメンボいいんだよ、アメンボ。アメンボ。このモンスターボードを投げることによって、あ、ウーパー出てきた。お、ウーパー行け突撃行け、ゴー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 、惜しい。ウーパー行け、ゴーゴーゴー、ウーパーゴー。むずっ。ウーパーゴー。チャチ、この辺か、ウーパーゴー。ウーパー行け。くそ。モンスターボール、行け。いや、これだから、うまいことあったら戦闘に持ち込めるはずやねんけどさ。
そういう説明があったはずやねんけど、街中やからかな、街中やからあかんのかな、戦闘できんのかな。くそー、あ、技マシンある。眠る、ね、眠るなんて技覚えてなくても僕は眠ることできるけどね。あ、南一番エリア、こうやって街の外に出たらああいうの戦えるようになるんかな。正直ね、次ポケモンを入れ替えとしたらね、クモンちゃんかブス島さんなんよ。この二人ね、同じ虫タイプっていう被ってるから、今この二人のレギュラーアースで始まってるからね、今のところ僕、ブス島さんの方が愛着あるかな。はい、学校行くのかい？学校行きます。こんにちは。通学中におじさんとポケモン勝負しないかい？僕が男からいいけど、それ女の子やったら犯罪でしたよ、おじいさん。うわ、サイコパスの笑顔。信彦。清掃員、やばい。僕掃除されちゃう？うわー、かわいい。踏んだらめっちゃシャボン玉できそう。ヨッシーアイランドにこんなキャラいたわ。ゴクリン。やべ、もうゴブリンの足やん。さあ、クモンちゃん行くぞ。虫の抵抗。抵抗してみせろ。そう、レギュラーの座、勝ち取ってみせろ。俺もうあくびが効かへんもん。踏みにしようやから。クモンちゃんずっと踏みにしようやから。実はこれ苦しい苦しい言うてんねん、ずっと。糸を吐き続けて自分が糸まみれになってるからね。そう苦しみの中なかなか眠れんから。ずっとイライラしてるから。めっちゃ使用試合。はたくと体当たり繰り返すだけ。お疲れ様でした。いってらっしゃい。あ、行ってきます。ありがとうございます。そっち戦ってたのクモンちゃんやのに。まさかの進化。早くない？ブス島さん。レギュラー争いどうしても勝ちたかったんかな？ブス島さん。一体どんな姿に？想像できひんぞ。トランセルみたいな形になるんか？あら、ひげ生えた？髪の毛生やしたけど舌生えちゃったね。ちょ、男性ホルモン多いんかな。古風来、かっこいい名前。これもう一台進化しそうやな。もう一段進化したらなんかかっこよくなりそう。ワシボンにくちばしでつつかれて襲われると鋭い体毛と毒の黒い粉で応戦する。あ、ついに黒い粉出しちゃったか。しかし毒タイプではないんだよな。かわいい。普通にちょっと身長伸びちゃったね。ビビるわ。進化早すぎやろ。レベル9で進化したで。あと一つ我慢できひんたんかな。これは？あ、知らんやつや。ああ、かわいい。ちょっと、仏島さん。ちょっとイケメン感増したよな。さあ、甘かじ。はいはい、かわいいね。体当たり。辻島さん、攻撃技覚えてへんのよな。あ、仲良くする。ああ、友達できた。あ、ちょ、辻島さんの好感度上がったね。何こいつら二人でラブコメしてんの。はい、友達ゲットだぜ。現実もこうやって友達できたらいいんだけどな。あまかじ、こいつは、進化したよな、こいつも。辻島さんと同じ枠か。草タイプ。果物を煮詰めたような甘い汗をかくため、髪の少ない、昔はとても重宝された。生き物扱いされてへんで、君。果物扱いされてんで、甘かじさん。人間これ食べんの？残酷。はい、名前は食べ頃です。私食べ頃なのって。じゃあ、クモンちゃんには引退してもらおう。ちょっとブス島さんが一歩リードしてしまったから。ごめん、クモンちゃん。はい、食べ頃です。手持ちに入りました。あー、かわいい。こんな可愛く必死に生きてんのにな。こんな必死に生きてるポケモン人間たちは食すんやからね。怖いよな。人間って残酷やで。いやー、オープンワールドやからさ、マップが広いからもう歩くの一苦労よな。自転車とか早くないんかな。絶対移動早くする機能あるよね、いずれ。学校は？今から学校？レポートをこまめに書いて気をつけていってらっしゃい。わかりました。サングラス一つぐらいくれへん？この街サングラス売ってんのかな？大体のやつらしとった。一生毒消し。あら、ポケモントレーナーがいますね。ドレッドヘアのあなた、お買い物をしてバッチリ。おー、やるか？勝負じゃ！ナイスタミー。ポケモンショムのお誘いね。あ、女の子なんや。男の子だと思ったわ。スレンダーやね。あー、よく見たら可愛い。シホちゃん、よろしく。あんまかじ、うわ、かぶっちゃった。食べ頃です。いけ！かぶると思わへんだな。レベル5、レベルも、性別も一緒やん。仲良くすってもどういう子かな？
相手と仲良くなって戦い記録を失わせ相手の攻撃を下げる。ちょっと待って、食べ頃です。攻撃技ないやん。跳ねるって飛び跳ねるだけやろ。マジか。いけヘラクレス。はい、うわ、もう体格の差、種族の差出てるような。どう頑張っても足しか届かんで、あいつの攻撃。いけ、つつく。ほら、もう首長すぎて続くの威力がおかしい。もう首でグワンって遠心力つけても貫くぐらいの勢いで続いたからね。もうあいつにとっては続くじゃなくて貫くやったから。ああ、振り言葉に合言葉、かわいい。ごめん、戦闘前君が何言ってたか思い出せへんわ。フレンドリーショップで買った傷薬で回復しよう、ね、死んだポケモンは回復しないんだぜ。あ、女の子、君も学校行くんですか。さっき捕まえたかっこいいポケモン見せてやるよ。おお、かっこいいか、それ。何タイプやろう。電気タイプか。若干頭が平いシンプルね。ちょっと小原さんとは頭の質が違うな。電気タイプと見た。ここは、敗北者行け。お前電気は効かんからな。さあ、食べ物です。戻れ。行け、敗北者。はい。敗北の味、教えてやんよ。体当たり。まあ、全然近い、全然近い。ここは、マッドショットで。水鉄砲、効かへん、効かへん。はい、貯水、最強。もう電気と水が効かへんから、敗北者には。そういう水攻めとか電気攻めとか拷問に強い耐え続けてきたから、敗北者やからね。敗北して拷問受けてきたから。かっこいいだけじゃ、ダメか。まず、かっこよくない。そのセンスを磨くところから始めた方がええで、クソガキ。あ？着いた？学校ついに。着いたかな？ポケモンセンターあるやん。そんなに道中トレーナーいいヒントだと思うけど、あ、あいつもトレーナーか。強そう。あれ、エリートトレーナーじゃん。サトシ？サトシ？ここが。わあ、結構なんか、がっちりしたお兄さんやったわ。国家テーブルシティ。配達の途中だけど、あ、配達員なんや。ちょっと勝負しよう。別に僕は乗る気じゃなかったんやけどな。うわ、怖い、なんか。秀典。君に勝利をお届けだ。何うまいこと言うてんねん。遊んでる暇あったらもう指定した時間にちゃんと来てください。配達員さん。アマゾンの配達員さん。どうも、コバでーす。収録3日目入りました。やっていきましょう。なんか帽子外すことできたんで外しました。あとメガネがあったんでメガネかけました。いけてるやろ。コバさんこっち向いて。チラ。かわいい。はい、やっていきたいと思います。あと指でキューローブもつけてます。バッチリです。って感じで、この、なんだっけ、テーブルシティにここで入れるんかな？やっていきましょう。なんかイベント始まったわ。だいぶでかいもんやな。板チョコみたい。人の扉じゃないよね。なんかでかいポケモン専用の扉じゃん、これ。でも君は嫌な顔してるね、小村さん。おーい、小村ネモさん。そういえば一緒に来てんじゃなかったっけ？いつの間に別行動。いつも僕の前走ってたはずやねん。坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない？そこそこ成長しましたよ。どれくらい強くなったか勝負して試してみようよ。おー、やるか。久しぶりにネモさん。いいよ。フルメンバーで来るかな、こいつ。やった、持つべきものは友達だね。それじゃあ小村、緑ある勝負をしよう。なんか好感度高いけど、多分今買ってるから好感度高いよね。強い男やから私好きかもってなってるけどね。一回でも負けたら多分興味失われてしまうからね。負けるわけにはいかん。ポケモントレーナーのネモが勝負を仕掛けてきた。よろしくお願いします。前髪がどうぞ。おー、ホゲータ、レベル上がった。ホゲータいけ、食べ頃です。やばい、タイプ相性悪い。しかも食べ頃です。攻撃技ないから。ほら、強くなってそうだし、今回は2匹で行かせてもらうね。ナメペアは本当は6匹ぐらい持ってんねやろうな。どうしよう、2匹目のポケモンがレベル50とか出してきたら。ネモさん、それぐらいのポケモン持ってるはずやもんな、実際。攻撃はないし、いきなり下げんのもな。食べ頃です。ちょっと嫌やな、恥ずかしいな。でも仲良くするってあれやね、攻撃力下げる技なんやな。ホリエータ特攻技やと思うから、下げるか。ごめん、食べ頃さん。はい、ふさふさ。はい、イケメン。臨床。あ、そんな技あるの？いった。あんなボケたつらして歌とか歌えるんですね。でもアフロ君すべてを包み込むから、なんせアフロやからね。水鉄砲いけ！すべてを吸収するアフロ。もう面接やったら私はアフロですって答えちゃうから。みんなはもうスポンジですって答えるところ、僕アフロって答えるからね。タイプ相性ついてくるね。勝ちへのこだわり感じるよ。お
そっちは前回みたいに火の粉打ってこうへんやん。ちょっと学習しましたね、ネモさん。はい、水鉄砲。あばよ、ホゲータ。髪の量を増やして出直してきな。でもホゲータさん、レベル8で。ネモさん、育てるセンスなくない？こっちもう11ですよ、アフロ君。あ、なんか覚えた食べ頃です、ついに。高速スピン。パモ。パモってあれやんな、電気タイプやんな。いけ、食べ頃です。はい、食べ頃です。2回目の登場。思った以上に押されてる。やっぱり小村、いいね。ほら、買ってる時だけ好感高いねんな。楽しいバトルができる相手だけを探してるから。パモレベル9。うん、ホゲータよりレベル高いやんけ。高速スピンの効果は回転して相手を攻撃する。はいはいはい。たまに素早さも上がるし、相手の絡め手的なやつを吹き飛ばすことができるのね。威力50って割と高いやん、最初にしては。よし、じゃあ行け、高速スピン、食べ頃です。コブラ、楽しいね。私、とっておき、使っちゃう。マジで。雷とか持ってくるの、もしかして。え、え、え、ね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 え、ずるい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 。違うことしてる、違うゲームしようとしてる。うわー、ね、これ。ファイナルファンタジー？うわ、アフロやん。君もアフロの使い手やったか、でも。クリスタルアフロ。ポケモンをテラスタル。ずるくない？そっちの知らんルールをさ、なんか持ってくんのおかしいやん。こっちで全然そんなんできひんねんけど、こっちのできひんことそっちがすんのはなんかずるいやん。弱っ。おー、こっちも今一つか、もしかして。そんなことなかった。しかし素早さが上がるということは、うわ、静電気。クリスタルやのに電気通るの？クリスタルって電気通すんかな？ちょっとこれは、かっこ悪い。電球やん、あれ。できるだけのことはやろう、食べ頃さん。いけ。うわぁ、素早さ上げたのに素早さ負けてる。電球ショック。おい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 、耐えたい耐えたい。一撃食らしとこう。急所なかったんか。まあいいでしょう。さあ、食べ頃です。ちょっとしびれちゃったか。まあまあ、数時もある。調子悪い日もあるよ、食べ頃さん。初めて攻撃技を覚えたからね。それは緊張したよね。行ってこい、敗北者。それに比べて敗北者は緊張なんてしいひんから。ほら、もう攻撃機械も電気機械へんから。痺れるとかそんなんやんない。常に負け続けてきたからね。こんな勝負ごとで緊張なんてしませんよ。向こうはもう焦って電気ショック打っちゃってるからね。効果ない言うてんのに。はい、効果抜群。しかも素早さ下がる。次こっち戦ごとって終わるから。もう相手何もできん。パモさんも何もできん。ああ。最後はボイズテールで勝負させていただきます。もう戦ごとないでるやんけ。しかし効果がないようだ。あの頭電球状態で足速いんやな、あいつ。わあ、もう舌で舐めてる。気持ち悪。急所なんて、やるじゃん。狙っても当たらないのに。先当てられたけどね。わあ、割れる割れる割れる。割れたー。でも中身は無事。なんすか。なんでそんなインチキ使えんの、おねもさん。ずるくね。こっち初心者ですよ。別荘。ちょっとド M なんかな。負けるとちょっと嬉しがるみたいな。そういうところあるんかね。急成長にびっくりだよ。強すぎるがゆえにあれかな。負けることに喜びを覚えてるんかな。負ける経験が少ないからこそ、この数少ない経験を今私は感じてるんだみたいな。すごい、テラスタル相手にそのままで勝っちゃうなんて。そのままで行くしかなかったからね。そっち使えたらテラスタルのやり方教えてくれてもよかったんちゃう？あ、そうだ。コモナはまだ使えないんだ。あおるやん。あとで何とかしてあげる。今何とかしてほしいな。強いから忘れがちだけど、ポケモンを始めたばっかりなんだよね。ありがとうございます。勝負の俺、コモナに元気のかけらをプレゼント。いやいや、僕基本的にアイテム使わんと思ってるから。ポケモン勝負で僕アイテム使うのは卑怯やと思うね。アイテム使ってやつは金持ちが有利なりやん。ネモさんみたいな金持ちはアイテム使いたくなるのかもしれんけどね。こっち見ろ、ネモ。今大事な話してんねん。そして、こちら、門の向こうが学校の街、テーブルシティだよ。学校の街。学校の中に街があるの。街の中は坂とか階段多いから、一休みして追いかけるね。なんか、常に一緒に行動してくれへんな。階段段、そういうから一足待つなんて、おばあちゃんや。勝手に入っとるし、どうやってあの門の扉開きとか見たかったのに。ハンターハンターの試しの門みたいにめっちゃ気合い入れな飽きられへんとかじゃないんかな。あの扉5トンぐらいありそうやん。これ街？これ学生が経営してたりすんのかな。もうメガデ屋さんあったね。ちょ、サングラス欲しいわ。
さあ、今のところモブばっかやけど、面白いキャラいなさそうだけどね。中では野生のポケモンいなさそうですね。うん、来るんかい。追いついた、やっと着いたね。そこそこ距離あったもんから。ここがテーブルシティ、パルデア地方最大の都市。最大なんや。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めて、たくさんの人たちがやってくるの。あ、ご散髪や。髪型をいじれる美容室や、お惣菜が美味しいお店もあるよ。髪型いじれるんや。いじっちゃう？せっかくやし。やっと帽子塗ることできたのに。コムラ、何が気になる？そうですね。映画館とかないんすか？でもさ、一緒に行かへん？二択。惣菜屋て、レストランとかないの？惣菜屋がちょっと何か分からへんしな。野菜屋が売ってるん？美容室かな？おしゃれさんだね。ありがとう。言われたことないや、この方人生で。それともポケモン勝負で邪魔にならない髪型に？ネモさん髪型、髪の毛絶妙に邪魔すやね。その唯一生えてる下の一本が。あ、勝負といえば。コムラにもテラスタル使ってほしいんだって。コムラ欲しいんだった。ちょっと手続きが必要だから代わりにやってくるね。代わりにできんの？本人のハンコとかいらんの？その間、コムラは街を見て回ったら楽しいよ。よし。制服アレンジできるブティックやレストランもあるから行ってみて。制服アレンジできるんや。私のおすすめはポケモンに持たせて便利な道具売ってるデリバードポーチかな。いろんな店あるんですね。一通り目あったら学校の前に集合。階段すごいから、カッコしてね。なんでこんな階段多い作りにしたんやろうね。また後で楽しみにしてて。エスカレーター作ってくれたらいいのに。で、また放置されたと。ああ緊張するなぁ。こんな学校の施設とかあってもさ、大学とかもそうやったけどさ、教室しか基本行かへんたわ。学食とか僕なんかもう人多いから行きたくなかったもん。適当にコンビニ行って、コンビニで飯食ってたわ。ここはテーブルシティ、パルデアで一番大きな街さ。てかこいつフリスビーやん。前回のシリーズのポケモン実況で僕のレギュラーやったやつやん。フリスビーさんどうも、チース。前回は殿堂入りおめでとうございます。田中さん、田中さん、谷口さんとかいいの？フリスビー2体目、まさかの、フリスビー大人気。学校で星型のサングラス流行ってるの？集団でかけてるの見たからさ。ダサいね。めっちゃおばちゃんいるやん。これ星ガレス欲しいか？このおっさんと1時間ぐらい会話してそう。てかあれやね、なんか大人多いね。ほら、普通の井戸端会議してるやん、こいつら。学校やねんけど、大学的な感じなんかな、大人もいる。もうむしろ子供が少ないもん。外の方が子供いたからね。あ、君同級生かな？街によってバトルコートの色とか見た目が違うんだぜ。そうなんですか。なんか、僕の見た目急にインテリ感増したよね。やっぱメガネの力ってすごいな。絶対頭いいやん、これ。ここ入れる？食材物屋さんか。なんかサンドイッチ売ってるんか。うわ。ちょっとね、コントローラー曲がり始めた。なんか、嘘。ずっと右歩き始めんねんけど。二日前買ったばっかのプロコンですよ。そんなバカな。なんとか、なんとか。ああ、怖。いや、すごいね。なんか汚くない？こんなパン放置して飾ってるとかある？こんにちは。一度でも二度でも、毎度三度へようこそ。うまいこと言ってるようで、そんなうまいこと言うてん。チーズあるチーズ。チーズ剤かー。タッカースパイシーサンド。お値段がスパイシーやね。ピリッとしてるね。せっかくやし、なんか食うか。なんかちょっとなぁ、ヘルシー意識してるよね。もっとなんかガッツリ食べたいねんけど。まあ、マーマレードサンドかな。チーズ似てるし、マーマレードって何やろ。マーマレードって何やろ。マーガリンとは違うよな。まあまあ、お母さんが作ったのはそんな。やべえ、僕マーマレード知らない。みんなわかる？さあ食べよう、マーマレードサンド。美味しいかな？あ、美味しい。もう、食べる前からちょっと残念そうな顔してる。お、この味は苦っ。苦い苦い。うん、でもそんなことなかったわ、っていう。唐突のバカを。やっぱ肉食わせてほしいよな。レタスとかああいうの入ってんの嫌やわ。あ、ここも入れる？
当店はくつろぎの場、喫茶室、なぎさです。なぎさちゃんがやってんの？あ、ここは店内ないんや。あー、スパイシーポテト、アルファオールコーヒー。あ、キサディーや、いいやん。これ絶対チーズ入ってるやろ。チーズ混ざってるやろ。チーズとハムのみのシンプルさ、いいね。ちょっとマヨネーズを絡めて食いたいね。これ多分もう1600円高いけど。さあ、チーズの時間やん。小村さん大好きの。わ、いいね。ちょっととろけてる感じがいいよね。さあ、美味しいかな、これは。これはさすがにうまいやろ。ほら、あ、んー、ちょっと辛いか？うまいわ。なんか中途半端やね、反応が。何屋さんや、これ。レストラン、鮮度一番。あ、海鮮料理か。いろんな料理あるやん。ちょっとおしゃれ意識しすぎやねんな。なんか男が好きそうなもんないの？そういう男とか女とか言うのわかんと思うけどさ、こんな美味しいか？インスタ映え狙ってるだけじゃない？この海の幸のピンチョスっていうの。もう勝手な名前のイメージだけど、韓流好きの人が食べるとかそんなんじゃあ、でも食っちゃう僕。食べちゃおう。そういう僕好き嫌い良くないと思うから、名前で決めるのは良くない。食べてみな。食べてみてから判断しよう。なあ、小村さん。はい、いただきます。海の幸のピンチョス。これは美味しいかな？これ見たと。この味は、あ、辛い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 。まさかの辛さ。うん、でもそんなことないわ。ねえ、ねえ、その最後の顔。1段目と2段目の顔が共通してへんねん。予想地方はチャンピオン1人しかいないんだって。パルデアチャンピオンランクが何人もいるからすごいよね。そうなんや。複数いるんや、今回の地方では。今までは1人やったもんな。ラスボス的な立ち位置が大体チャンピオンやったりするけど。チャンピオンランクっていうのは複数いて、そのうちの1人がネモさんやねんな。ネモさんって多分ね、なんか、かなりの大物やんな。おそらく。結構、なんか、親しみやすく、話しかけてきてるからさ、そんな雰囲気は感じてへんけど。本気出したらめちゃくちゃ強いんやろな、と思うよね。で、めちゃくちゃ広いねんけど。ここ入れる？入れるし、なんかね、こう、ショップとか結構細かくあるんよ。ね、一個にまとめてくれんかんってめっちゃ思ってる。なんか大した話してくれへんねんな。サブイベとかあったら面白さやのにな。なんか結構入り組んでるけど、入り組んだ先に何もないねんな。ほら。ほら、もうこことか。なんか置いといたらええのに。重要なキャラとかいたらええやん、ここになんかね。ここら辺になんかさ、サトシがたたつんでるとかあったら面白くない？実は隠れた強キャラがちょっと立ってるみたいな。もしくは、ここにイットのピエロ出てくるとか。話しかけたら、この排水口に吸い込まれて死ぬみたいな。そういう遊び要素あってもいいんじゃないでしょうか。ここは入れない。入れるところと入れへんところの違いもよくわからへん。ほら、迷っても、どうしようってこの顔見てよ。めっちゃ迷ってる。ネモさんに美容室の場所最初教えてもらったのに、忘れちゃったって。なんかイベント始まる。ちょ、僕美容室で探してたんですけど。お前なんか星眼鏡流行ってるやん。君もスターダに入ればお星様のように輝けるのよ、うん、でもあなたたち輝いてませんよ。これネームドキャラ。あ、かわいい。ちょっとジミコちゃんって感じだね。だいぶちょっと服装はファンシー入ってるけど。何その腕のモコモコ。雲装備してんの。本当、何なの君さ、仲間と眩しい青春送りたくないの。うわ、陽キャや、陽キャに絡まれてる陰キャが。陰キャー、頑張れ。おやすみ。こっちとら勧誘のノルマあるんだから、さっさとスターダイに入りなさいよ。ひどい陽キャや。大学の、なんか、悪いサークルや。名前が下っ端 A って。困ったな。ちょっと守る、どうなるか見たい。守ってんで、コラさん。背向けてるで。頑張れ、インキャー。ちょ、キムラ邪魔、キムラ邪魔。頑張れ、頑張れ、インキャー。頑張れ、頑張れ、インキャー。僕は応援してるぞ。僕はインキャーの味方や。頑張れ。あ、今近づきすぎた、近づきすぎた。畜生。結構イベント範囲がでかいんよ。勧誘のノルマとか言ってたらあかんって。勧誘してる時に勧誘ノルマとか言ったらあかんって。助けたるか。チーズ。あ、僕、背引く。スターダンに何かよ？スターダンってダサくないですか？入団希望なら後でね、今お話し中なのでね、あ、そうなんですか？
せっかくこのスターがスターダに入ったろうと思ったのにな、今お前らチャンス逃したね。私は泣く子も笑うスターダっていう。いいやん、泣く子も笑うってめっちゃいいことやん。君は知ってるよね、初めて知りました。知りません。いいや、もう何なんだよ君まで。せっかくスターダに入ったのに。この子なんか可愛いね。イケてる女子になりたかったんかな。ヘルメットかぶった瞬間刺したよな。あ、これちょっとあかんかもって。こんな扱い底辺じゃん。底辺嫌なんやろね。舐められっぱなしだと、団の面目丸つぶれ。勝負する気はなくなくない？なくなくないってどっち？なが三つなんだせい、どっちがどっちかわからなくなった。そりゃそうね。あんたは最初のメガネを見張ってて。僕もメガネやねんけど。偶然にも4人みんなメガネかけてるね。君らちょっとかけてるかどうか怪しいけど。生意気だ、新顔ちゃんは私がお星様にさせちゃうわ。あ、どこ行くん、どこ行くん、どこ行くん。バイバイ。距離取らなあかんねんな。あら、ああ、生かす。スターダンの下っ端がショーを仕掛けてきた。いいね、今の坊主教えてよ。なにこいつ気持ち悪い。シュルシュル。ちょっと女子がそのポケモン使ったらイケてる女子やられへんよ。下っ端 A ちゃん。いざ食べ頃です。かわいそうなの負けてへん。ひっかく。おいたいた。食べ頃の高速スピン。お前らに私を食べることはできないわ。はい、素早さ上げる。攻撃しつつ、素早さ上げることによってこれは実質連続攻撃よ。おかしいな。毎回素早さ上げてるはずやねん。高校になるんだけど。オッケー。これで素早さ上がるから、これをね、最後の最後で素早さ上げて、こっから逆転勝利するんですよね。このまま調子だったら負けるやん。でも最後にスピードさらに速かったことによって、こっちの攻撃から始まるんですよ。さあ、食べ頃です。いけ。押しないっす。はい、計算通り。頭脳プレイよな。これがイケてるトレーナーの戦い方です。やったー。食べ頃さん初勝利。シェー。私がお子様になっちゃった？その星に対するこだわりなんなん？なんなのこの新顔ちゃん。マジ強いんだけど。後輩が、やられた？こうなったら先輩である俺が相手をするしかないのか？ちょっとちょっと何やってんの？委員長来たって委員長。いえ、生徒会長！生徒会長やったわ。委員長より上の立場やったわ。めんどくさい奴に見つかっちまった。震えすぎやろ、下っ端へ。もうダメだよ、コマラ。僕？一番僕怒られんのおかしくね？買ってしまったからか？ポケモン勝負するなら、私と、めっちゃ好感度高いやん。でしょ？そういうことでは、スターダン。え、あ、ごめん、勘違いしちゃった。嫉妬してたかな？別の女の子とバトルしてるから。ほんとだ、よく見たらスターダンしてんの？また強引な勧誘してる。あ、はい、どうも、弱。なるほどね。本来なら生徒会長としてこの騒ぎを収めるべきなんだろうけど、せっかくだから小村が超マル秘アイテムで解決しちゃえ。なんかめんどくさいこと言われてへん。あ、あれか。ダイヤモンドね、ダイヤモンド。テラスタルオーブを手に入れた。これで何殺せばいいの？結晶の力を秘めているオーブ。エネルギーがチャージされているとポケモンをテラスタルさせる。テラスタルって動詞なん？テラスタルオーブを持ってると戦闘中にポケモンをテラスタルできるんだ。はい。コムラの雨火事は草タイプをテラスタルしそう。雨火事？ああ、あれね、食べ頃ちゃんね。ちょ、本名言われてごらんね。あ、顔近い顔近い。これもらうのって本当は専用授業受けないとだけど、私が推薦しといたから、権力。権力でご了承してくれてる。ありがとう。どういくん、どういくん。物は試し、戦いながら使い方知っていこう。向こうの先輩嫌がってるで。あれ、この流れはテラスタルのお試しにされる感じですか？嫌なら私と勝負だよ。グズンダルシンガーの方ならまだ。勝つチャンスはある。もうそういう考えあかんわ。もうそういう考え決めりゃいけてんよ。そこら辺が底辺は。上辺の僕が引導渡しとるわ。それじゃあ1について勝負開始。はい。1にはついてたよ。ああ、まあさらに離れるので。だいぶ距離取らなかったな、ポケモンバトル。おー、そのポーズはするのね。いや、どんだけ沈んでてもそのポーズしたらテンション上がるんちゃう？ほら、ちょっとなんか生きてんもん、顔。さっき前のなんか残念そうな顔が嘘のよう。もう負けへんし、俺負けへんしって顔してる。あー、ヤングスや。臭いやつや。食べ頃です。パルデア地方ではポケモンが結晶化することがあります。
その事故みたいな言い方なんだ。たまに勝手に結晶化するでみたいな。テラスタルボタンね。テラスタルしたポケモンはタイプがテラスタイプになります。テラスタイプの技はいつまでとても強力になります。テラスタルは一度使うとしばらく使えなくなります。うまく使って勝利をつかみ取りましょう。なんか草タイプの技が強くなるってことやな。食べ頃ですに使ったら。ただ草タイプの技持ってへんからさ。ほらもう生きてるこいつ、生きてる。だからポケモン描いた方がええな。行く、アフロ君。アフロ君、真のアフロ見せる。アフロからアフロ生やしてみせる。行け、アフロ君。アフロでーす。ふさふさ。睨みつける。睨みつけるところでよ。行くぞ、アフロ君。ほら、もうすでにテラスタルしてるんじゃん、アフロ君。この見た目。こんな存在がさらにテラスタルしてみ。もう、ファイナルファンタジー始まるで。ファルシュのルシが含んでパージしちゃうよ。あ、テラスタルボタン押してから、選ばなあかんのか、技を。水鉄砲、はい。さあ、光を若手に、これが真のスターだ、テラスタル。おお、死んだ。そうそうと違う、アフロじゃなくなった、アフロじゃないやん。ああ、パイナップル入ったで、ね、頭に。こういうタイプによって頭の飾りが変わるんかな。水タイプはみんなあれになるんかな。まあ、一撃。まあ、やりました。ま、真のスターに歯向かったお前の負けや。もう戦い終わってんで。後ろの人戦い終わってんで。生足やん。さすがコブラ。テラスタルもいい感じ。テラスタイプと同じタイプの技をさらに強くなる。はいはい。たまに全然違うタイプのテラスタルするポケモンもいるから、戦略の幅がうんと広がるよ。そういうやつの方がちょっとお得なんかな。別タイプとして戦えるから。テラスタルするとしばらく使えないから、ポケモンセンターでチャージしてね。って分かりました。それじゃあ僕はこれでお疲れ様でした。面白い。下パペやるやん。私もこの辺でお疲れ様でした。ちょっと天丼あかんて、ええちゃん。だから君わかんねんて。それはいけてへんわ。一生決めてへんやで。ウィンクしてる。唐突な可愛さアピール。スター団はいわゆるやんちゃな生徒の集まりなんだ。あ、やっぱそういう感じなんや。あいつらもね、スター団に入ってしまって失敗したって思ってるやろな。もういろいろ強制されてしまうんやろうな。出席率も低いし、集団で暴走してるし、もう普通の不良やん。大丈夫？目つぶれたん？やっぱ前髪刺さったんじゃない？ついに刺さったんちゃう？あれ。先生たちも頭を抱えてるみたい。はい、助けましたよ。ちょっと気になってんよ。この子って男の子か女の子か分かりにくいね。どっちやろ？男の子かな？いや、でもちょっとスカートっぽい。いやー、女の子か？ありがとうございます。はい、いいよ。性格控えめやけど髪の毛生きてるね。僕と一緒やん。僕もオールバックやから。先行くんで、どうぞ。僕も後で行くんで。あの子はポケモントレーナーかな。小村、偉い人助けしてたんだね。そうなんすよ。あんま見ない顔。あの子も転入生かな。イーブイのバック、モフモフ。どうしたでもちゃん？何今のセリフ。さて、いざこざも解決したし、いよいよ学校へ向かいますか。まだ学校ついてなかったよな、そういえば。地獄の階段、頑張って登ろう。まあ、若いから別に地獄でもないよ、こんな。僕のよく行く部屋はどうもこんな感じの階段あるわ。はい。ちょっとおしゃれしてきました。なんか変わったかわかるみんな。ちょっとメガネが変わった。それだけ。服とかカバンとかいろいろあったけど、そんないいのなかったね。髪型もね、一応美容室だったんやけど、一番最初のこのゲーム始める前に髪型選んだんやけど、そっから増えてへんだから、まあこれでいいかなって。そのままで、結局相場になりました。お、これスカート見える？スカートちゃうやんけ、畜生。なに、君ら双子か？おい、おいでよ、ウケる。マジで、行っていいの？行く行く。あ、ほら。ちょっと、あー、クロスカウンター。こいつら、モデル歩きしながら、足腰鍛えてやがる。ちょっと右の子の方が、あれやね、モデルの意識高いね。左の人はちょっと歩き方なんかやる気ないやん。そして僕の歩き方よな。ね、やる気に満ち溢れすぎてちょっと分身しちゃってるけど、これちょっと気にしんといてや、二人とも。なんか、君らの髪型結構多いよね。そういう人気なん。その髪型なんていうの？結構なんか髪の毛邪魔さないんだけどな。さあ、ここでクロスカウンター来るか？クロスカウンター。アカデミー名物、クロスカウンター。どこでクロスする？
今か来るか、クロスする前に向かう通り抜けたい、クロスする瞬間に通り抜けたい、うん、長い、あ、もう通り抜けちゃった、え、どこまで行くの、一緒に行く、いいね、なんかあれ子分2人引き連れてきましたみたいな、オールバックで生きてる不良が子分2人引き連れてね、なんか見た目一緒の作画コスト削減するために見た目一緒なんやろうなっていうぐらいのね、全く見た目同じキャラクター2人は、ちょっと待って、子分、あ、友達って難しい。